し、解読終了。お疲れ様、ルルア。今度はどんな道具なの？ふふん、ズバリ魔法の大砲だよ。魔法でできた弾をドカーッと打ち出すの。これを使えば空にいる魔物だってへっちゃらへっちゃら。へえ、知らなかったけど錬金術ってすごいのね。私の時代には錬金術という学問はそれほど発達してなかったから。ねえ、その話なんだけどさ、スティアって本当に何百年も前の人なの？それにオペレーターって、スティアって一体。ルルはお腹が空いたわ。カレーが食べたいのだけれど。はいはい、わかりました。それじゃあご飯にしよっか。食べ終わったらこの道具を作ってニコさんに届けよう。よし、キンムリー。スティアのことは気になるけど、また今度でいいよね。うん。さーてと、
に行こうかな。何するんだっけ。おう、これでいい。ニコさん、はい、どうぞ。おお、大砲、大砲じゃねえか。こいつはすげえ。俺の船に乗せたいくらいだ。ふふん、ただの大砲じゃないんですよ。これ魔法の大砲なんです。威力もすっごいんですよ。魔法の大砲、ロマンの塊じゃねえか。すげえ、すげえよルルア。俺今猛烈に感動してる。それならよかった。その道具があれば飛んでる魔物も撃ち落とせるはず。ありがとな。それじゃちょっくら行ってくか。いよいよ、待ってください。最後までお手伝いしますよ。乗りかかった船ってね。おいいやつに巡り会えたもんだ。これもきっと母なる海の祝福に違いねえ。あ、すまれ、恩に着る。それじゃルラ。はい、ニコさん。一緒に魔物退治としゃれ込もうぜ。おや、さて、どこ。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだがな。
てみろ。するなよ。どんなピンチが来てもなんとかな。それそれそれ。はっ。こいつ。暗くなっちゃった。アトリエに戻った方がいいかもね。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。嫌がったな。覚悟しやがれよてめえ。今の俺には頼れる相棒がいるんだぜ。つうわけでルルは思いっきりあいつにぶっ放してやんな。はいよ。それじゃあいっけー。よし、落ちてきたぞ。周囲に敵もいないようだし、一気に畳みかけるのが良さそう。オーケーオーケー。それじゃあみんな行くよ。迅速だ。ルルアはすげえな。あの大砲ものすげえ威力だったぜ。あれならどんな魚だってイチコロだ。ルルアはめちゃくちゃ優秀だ。俺が保証するぜ。そうですかね。あ、
褒めてもらって嬉しいです。オータマよ、あなあルルは、俺がいつか海の上に戻ったら俺のためにとびっきりの大砲を作ってくれねえか。海の魔物とやり合うためにも火力が必要でよ。あ、はい、そういうことならもちろんですよ。ものすごいの作っちゃいますよ。そうかそうかルルアはいいやつだな。よし決めた。このニコデムス・ダビド・ディーター、海の恩義に従ってお前の旅についていく。それは嬉しいんですけど、いいんですか？いいってことよ。どうせ船を直すまでは金稼ぎ以外に目標はねえ。なら少しでも恩人に力を貸すのが礼儀ってもんさ。よろしくな、ルルは。はい、よろしくお願いします。これが私のメモリーに記録されている友情と勝利ってものね。その通りだよ、スティアちゃん。私もあまり詳しくはないが、素晴らしいものだろう。ああ、勝利はともかく、友情とは無縁そうだもんな、お前。何を言うんだい、オーレル君とはすでに熱い友情を。うわ、ち、仕留め損なったか。メルル姫様はまた空振りだったわけだし。だな、俺も依頼主に話をしなきゃいけねえ。さ、一緒に戻るとすっか。はい。の方からものすごい音がしたと報告があったもので、もしかしてルルアさんたちに何かあったのかと。ご無事でよかった。すまねえな、ケイナさん、魔物大使にちっとばかし派手なことをしちまった。ま、何はともあれ頼まれてたやつは倒してきたぜ。これで依頼完了だ。あら、ニコさんの依頼主ってケイナちゃんだったんだ。世間って狭いものね。そうですね。ありがとうございました、ニコさん。これは報酬です。ああ、今回の報酬はルルアにやってくれ。俺だけじゃどうにもならなかったからな。え、いや、もらえませんよ。ニコさんは船の修理を。いいんだいいんだ、金にこだわりすぎると人生そのものが貧しくなっちまう。海賊は細かい金には執着しないのさ。さ、もらっとけもらっとけ。じゃあお言葉に甘えてありがとうございます。それでどうでしたか、ルルアさん、メルルとは会えましたか？あー、それなんですけど。ケイナ！
すごい魔物が出たって聞いたけど平気？とんでもない炎を吐いて爆発もあったとか。今すぐ警備団に連絡を。あと動ける人員を割いて至急討伐に。メルル、その件ならもう大丈夫です。だいぶ勘違いが入ってますし。そうなの？噂を聞いて急いで帰ってきたのに。まあ大丈夫ならよかった。メルル姫？本物のメルル姫？まあもうお姫様じゃないけどね。私はメルルリース・レーデ・アールズ。今はいろんなところを旅しながら錬金術師をやってるよ。あなたは？はい、私はエルメルレオ・マリクセル。ルルアって呼んでください。メルルシモン。フリクセル。じゃああなたがロロナちゃん。ロロナさんの？そうだよメルルさん、この子がロロナさんの娘さんってわけ。ビアニャさん。へえ、なるほどね。うん、ルルアちゃんメルルさんに憧れてるみたいだから、いろいろお話してあげてくれる？私に？照れちゃうな。でもそういうことならわかりました。ルルアちゃん、錬金術師の先輩として何でも聞いてもらって構わないよ。はい。じゃあメルルさん、ズバリなんですけど、錬金術師としてドカーンと成長する方法ありませんか？そうだな、目標に向かってとにかく頑張ることかな。目標に向かって頑張る。うん、曖昧でごめんね。でもそれくらいしか思い浮かばなくて。アーレスを大きくするために必死で頑張ってたら、いつの間にか錬金術の腕がついてきた感じだしね。だからルルアちゃんに目標があるんだったら、その目標に向けてがむしゃらに頑張ること、多分それが一番の近道になると思うよ。なるほど、わかりました。お母さんみたいな錬金術師になるためにひたすらまっすぐ頑張れば、いつか。うん、きっとその夢は叶うはずだよルルアちゃん。ありがとうございましたメルルさん。なんだか元気が出てきた気がします。となればやることは変わらないよね。またいろんな場所に行って錬金術の腕を磨くだけ。よし頑張るぞ。きっとなんとかなるな。力になれたならよかった。私しばらくアールズにいるつもりだからさ、何か聞きたいことがあったらいつでも言ってね。まあいつまたふらりと出かけるかわかりませんけどね。あれ、ケーナ怒ってる？ごめんって謝るから。目標に向かってがむしゃらに頑張る。メルルさんにもらったあったかいアドバイス、憧れの人もそうなんだって。地道な努力を欠かさず大きくなっていったんだって。それが分かってからなんとなく不安だった心に光が差した気がしたんだ。この助言は今も私の心の中に残ってる。大切な大切な私の支えの一つとして。だからこれは助言の書。
偉大な先輩からの大切な贈り物。コールは当然コールさんの名前だとして、ハゲルって一体？気になっちまったか。ハゲルは俺の師匠の名前だぜ。おお、そうだったんですね。ああ、師匠はアーランド一の鍛冶職人でな、俺が幼少人の頃からちょこちょこ面倒を見てくれたんだ。あの人の家事の仕事を見てるうちに俺も興味を持ってな。アーランドで家事職人が減ってたってこともあって、行商人から家事職人に転職したってわけだ。なるほど、コールさんが家事職人になったのはアーランドのためだったんですね。まあな、もちろん家事の仕事が面白いっていうのもあるぜ。それにこれが一番理由としてはでけえんだけどよ、職人が減ってるってことは競合が少ないってこと、つまりビジネスチャンスだと思ったんだよ。実際鍛冶屋を始めて大儲けだからな。俺の戦略は当たったってわけさ。さすがコールさん、しっかりしてますね。へんだろう。ま、なんだかんだあって師匠から受け継いだ店だ。俺が潰すわけにはいかないからな。儲けはきっちり出させてもらうぜ。ですね。まあコールさんなら心配いらなそうですけど。ああ、もちろんさ。これからもアーランド一の鍛冶屋として突っ走り続けるぜ。その息です、コールさん。応援してますからね。ところで、あの、最後にもう一つ聞きたいんですけど。お、どうした？ハゲルさんって、その名前の通り、頭が。ノーコメント。よし、出かけよう。
おお、ルルアちゃんか。いやな、創作メニューについて考えてたんだよ。創作メニュー？ああ、前にも言ったろ、俺の夢は師匠を超える料理を作ること。そのためにな、俺は毎日創作メニューを考えてるのさ。毎日？それは大変ですね。ん？ってことは、さっきうなってたのはもしかしてそのメニューが浮かばなくて？いや、メニューは浮かんだ。それもとびっきりの料理がな。だがしかーし、しかーし、絶対に欠かせねえ材料が売り切れてたんだ。まあ珍しい食材ではあるんだが、それでどうしたもんかと頭をひねってたわけさ。なるほど、そういうことだったら私がその材料を持ってきますよ。何？そうか、ルルアちゃんはロロナさんの娘、つまり錬金術師。材料の調達はお手のもんってわけか。ええ、その通りです。任せてください、ビルトさん。弟子同盟としてビルトさんの力になりたいんです。おお、すまねえすまねえ。それじゃあルルアちゃん、悪いが頼んだぜ。はい、頼まれました。待っててくださいね。今日はこれでいい。おお、ルルアちゃん、まさかそいつは。はい、ビルトさんの創作メニューのための材料ですよ。多分大丈夫だと思うんですけど、どうですか？色は申し分ねえな。十分新鮮なことを表している。香りも、上等だ。これなら他の材料を引き立ててくれるだろう。それ以外も、高品質の材料だ。これならいい料理が作れそうだぜ。ありがとな、ルルアちゃん、助かった。いえ、よかったです。でもビルトさんって材料のことお詳しいんですね。そりゃあな、料理ってのはまず材料選びから始まる。いい料理を作るにはいい材料からってな。だから材料の目利きは師匠から叩き込まれてんだ。それに毎日図鑑とにらめっこして勉強もしてる。これも師匠を超えるためだからな。おお、フィルトさん勉強熱心なんだ。私も見習わないと。何言ってんだ。これだけの材料を用意できる時点でルルアちゃんの目利きも大したもんだぜ。つうわけでお礼の意味も込めて、創作メニュー食ってくだろ。いいんですか？ぜひぜひ。おう、じゃあ好きな席に座っててくれ。とびっきりうめえ料理に仕上げるからよ。なあルルアちゃん、卵は好きか？あ、はい、好きですよ。ゆで卵にしてカレーにのせるともう最高です。そうか、じゃあよ、めちゃくちゃうまい卵の噂教えてやろうか。めちゃくちゃうまい？はい、ぜひ聞きたいです。その卵はスタルハング球場っていう場所で取れるらしいんだ。大きくて味も濃い、そしてどんな味付けにもよく合う最上の卵だがな、
何の卵かわかんねんだ。え？うまい、うまいんだよ。この上もなくうまいんだ。だが正体がわからねえ。そのせいで市場にも流通しない幻の卵。誰が呼んだか、あれの卵。あれの卵、あれって何なんですか？わからねえ、わからねえからあれなんだ。わかっちまったらあれじゃねえだろ。それはそうかもしれませんけど、あれって、気になるな。ま、さっきも言った通り、味に関しては一級品だ。興味があれば取りに行ってみたらいいんじゃねえか。はい、わかりました。あれ、あれか、あれ、あれ。いらっしゃい。よし、出かけよう。ねえルルア、いきなりで悪いんだけど、私の課題受けてみない？え、課題ですか？はい、やってみたいですけど大丈夫かな。私腕っぷしはあんまり自信がなくて。でも精一杯頑張ります。ああ、ごめんなさい、別に戦いの課題じゃないの。私の課題はこれよ。錬金術課題、布の調達。え、課題って錬金術なんですか？ふふん、そうよ。ま、私も伊達にトトリと旅してないからね。錬金術に関してはそこそこ詳しい自信があるの。まあ抜き打ちテストだと思いなさい。ミミさんの抜き打ちテスト。はい、わかりました。頑張ってみます。よろしい。それじゃ待ってるからね。よし、出かけよう。ここが待ち合わせの場所？うん、そのはずだけど。エーファ様ですね。はい、私がエーファです。私はブラウグラース家の執事を務めております、ジョンと申します。奥様よりエーファ様に一目会いたいと仰せつかりまして、お手紙を出させていただきました。そうですか。ブラウグラース家、それがエーファの家なの？はい、ブラウグラース家はアーランドでも屈指の名門貴族。そしてエーファ様はブラウグラース家の血を引くやんごとなきお方なのです。ってことはエーファって貴族なんだ。っていうことになるね。まあ生まれてすぐ育児院に預けられたわけだけど。なのに今さら何のご用ですか？単刀直入に言いましょう。奥様はエーファ様と共に暮らすことを望んでおいでです。お、育児院に預けたのもやむにやまれぬ事情があってのこと。奥様は常にエーファ様のことを気にかけてらっしゃいました。そしてどうしてもエーファ様を取り戻したい。いかがですか？悪い話ではないと思いますが。お断りします。何ですって？お断りすると言ったんです。聞こえませんでしたか？
勝手に私のことを捨てて今さら一緒に暮らしたい？あまりにも身勝手が過ぎませんか？それに私知ってるんですよ、やむにやまれぬ事情ってくだらない家督争いでしょ。自分の保身のために私を捨てて、家督争いが終わったら一緒に暮らす？あまりにも自己中心的すぎて呆れてしまいますね。もう連絡してこないでください。それでは。ちょっとエーファ、エーファってば。よし、出かけよう。に感謝して補充の料金を値引きすることにしました。これからはより安い価格で補充をさせていただきます。どうぞご利用ください。ナノわかり。ありがとう。